からギターへようこそ。この動画は全くの初心者から始めてギターを弾けるようになりたい、ひいてはギターを弾きながら歌を歌えるようになりたいって方に向けたギター全般の YouTube 投稿番組でございます。というわけで、ヤイリギター茨城宣伝部長兼委員、そしてギタープレイヤーの私がお送りしますゼロからギター。今回は何をやるかと言いますと、前回もやりました、ソロギターというのをもう少しゆっくりとやって、少しずつ細切れに、やってみたいと思います。何をやるかと言いますと、皆さんよくご存知の大きなノッポの古時計というのをやってみたいと思います。この大きなノッポの古時計、大きな古時計でした。ごめんなさい。これは何ですか、お孫さんがおじいちゃんのことを思って歌った歌のような切ない歌ですね。それをまあメロディーと伴奏だけでやってみたいと思いますが、よく僕もヤイリギターの小池さんのことをおじいちゃんって言って叱られておりますが、そのおじいちゃんじゃなかった、小池さんが作っていただいたこのバイケンギターというヤイリギターで今日もやってみたいと思います。それでは大きな古時計、伴奏を弾きながらメロディーを弾くというやり方、ソロギターで僕がアレンジしたやり方で一回弾いてみます。いきます。
こんな感じにやってみましょう。まあ、今実は弾いてる途中でちょっと眠たくなってしまいまして間違えた部分もあります。ご了承ください。それでは、まず今のような感じでやってみましょう。それで、全部通していきなりやるのは難しいですから、少しずつ、本当に少しずつゆっくりとやってみましょう。今回は下にコードを出しておきますというやり方ではなく、僕はゆっくりやりますので、途中でだから間違えるかもしれません。その時は間違えましたって言いますので、もう一回やり直してみましょう。そんな感じでやってみます。こんな感じで見えますでしょうか。まずは前奏です。 G D E マイナー C というような感じでいきます。ゆっくりやります。見えますか。ちょっと光ってますか。じゃあいきます。まず G ですね。D です。これはものすごくいいことを考えつきました。本当はこっちの方で弾きますが、それじゃあ長すぎてアップでは取れないもんですから、ちょっとこうしまして、指板だけ弾くところだけ、それでこの辺で僕は弾きます。そうすれば見やすいと思いますが、なんかヘンテコリンな音になります。間違えるときも多分ありますんで、こんなちっこい感じでやってみたいと思います。では、前奏が終わったところからいきます。スライドで入ります。で、 G のハイコード、D です。間違い、D です。E マイナー。もっとこっちか。C。G ですね。見やすいですね。どうでしょう、もう一回やります。ここまでもう一回練習してみましょう。もう一回いきます。前奏からやってみます。いきますよ。
なんだこれ。ここまで、じゃあ本当の弾き方で離れて弾いてみます。こっちの方じゃなくて。じゃあ行きます。前奏から行きますよ。ゆっくりやりますんで、一緒にやりましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。絶対弾けるようになってもらうために今回は前奏と、大きなのっぽの古時計おじいさんの時計のところまでやってみました。短いですけど結構何やってんだろうっていうような感じになると思いますんで、ゆっくりとで構いませんから、何回も何回もここまで練習してみてください。次回続きをやりますので、いかがだったでしょうか。今日はこんな感じでおしまいです。それではまた続き見てね。